牧原、迷惑ファンにインスタでブチギレ。こちら、家わかる人おるんか、まともにリラックスして生活もできないのやばいな。これ警察行きでしょ。こんなのファンじゃないわ。家まで来るってさすがに怖すぎる。家出るのも嫌になりそう。いい大人がこんなことしてるんかな。さすがに人間性として危機感持った方がいい。プロ野球選手もファンビジネスだけにいろいろ大変だよな。今の時代なら絶対アウト。昔ならなんかそういう話もあったみたいなのは聞いたことあるけど、家を知られるってマジできついな。簡単に引っ越すわけじゃないし、常に緊張感走って生活しないといかんのか。てかなんで家を知ってるの。知ってても行くのは論外だけど、まあおそらく地元民でオフシリズンだから突撃したんだろうけど、マナーとしてそこはわきまえろよ。さすがにこんなことしてるのはファン失格だわ。選手のプライベートを邪魔するなんて、応援してるならご法度でしょう。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。